はい、こんにちは。フォータイブジッピー、キャラタム、ダッペの民の村長です。いや、もうその年になって二つ言い訳は痛いべってみんな思ってるでしょ。首が痒いんだ、これは生まれた時の定めでございます。首が痒いの、俺もう、アトピーで生まれてきた説理でございます。だから許してください。もう痛くても、もう病院行ってくださいとしか言いません。はい、ということで、本日はですね、こういうタイプのコスメをお肌が弱い方々は、まあ一つでも用意しているんではないかなと思うコスメでございます。それが何かわかりますか？わかるわけねえかろうが、一切ヒントがない。そうだ、本日はこちらをレビューしたいと思います。じゃん。はい。エテセスキンケアパウダー。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 はい。そうでございます。すっぴんの上からつけられるフェイスパウダーでございます。まあ言ってしまえばメイクができないけれども、やっぱりアトピーとかそういう、まあ、コンプレックスをある程度パワーワッと、まあ、隠したい方であったり、まあ肌が弱い方ってすっぴんで出るほどですね、もう無防備で純粋無垢なことがないんですよ。もう本当に数分チーカマ買いに行こうっつって、メイク落とした後にコンビニに行ったらですね、花粉の時期なんてボッコボッコに帰ってきますよ。まあその時に肌が弱い方々がまあつけていくのが一番ベストなのが、こういうすっぴんに使える系のパウダーなので、本日はこちらをレビューしたいと思います。そしてですね、本日は比較でございます。こちらと何を比較するのかと言いますと、もう見てみんな、これシンデレラでございますよ。もうはい、まあこちらシンデレラの限定パッケージでございますが、そうです。皆さん、今年、フェイスパウダーもディズニーコラボをしておりますね。はい、それが何かと言いますと、こちらでございます。はい、マキアージュのスノービューティーがですね、ディズニーコラボをやっておりますが、はい、こちらもですね、すっぴんの上から塗布できるものでございますよ。はい、こちら、スノービューティー。これは2017年バージョンでございます。村長は2018年を予約いたしました。本日はこちらの2つを半々に塗ってレビューしたいと思っております。まあ、お値段も結構ですね、差がありますので、今回はこちらをレビューしたいと思います。はい。では、行きましょう。はい、ということで、まあ、先ほどですね、スノービューティーはディズニーコラボを行うっていう風に、まあ、お話ししておりましたが、ただ袋がディズニーコラボなだけで中は特に変わりがないんですけれども、はい。では、まあ、今日は基本的にこちらのエテセの方をレビューしていきたいと思います。はい、ではですね、こちらの機能でございます。はい、こちら、はい、24時間素肌でいるより肌にいい。そしてこちら、すっぴんメイクにも使えます。そして次こちら、ベタつかないサラすべ肌に。そして次こちら、パサつかない。そしてこちら、毛穴が目立たないということで、仕上がりにもある程度配慮をしております。はい、でこんな時に使えますよっていうことなんですが、日中用はこういう使い方ができますよというふうに書いてあります。こちら、まずファンデーションを塗りたくない時、そして次こちら、皮脂によるくすみが気になる時、そしてこちら、ベタつきが気になる時、そしてこちら、透明感を上げたい時。はい、もうほぼスノービューティーと機能は同じでございます。はい、そして夜はこんな使い方ができますというふうに書いてあります。こちら、スキンケア後のベタつきが気になる時、そしてこちら、肌荒れが気になる時、そしてこちら、乾燥やキメの乱れが気になる時ということで、もう完全にスキンケアの一部としてお使いできますということです。はい。で、ちなみに、こちらのスノービューティーとエチセのパウダーの大きな違いをお伝えします。一番大きな違いはこちらです。はい。スノービューティーの方が医薬部外品でございます。はい。ただですね、エチセの方は医薬部外品ではないんですが、スノービューティーはこういうようなことは書いておりません。こちら、はい、アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済みということで、まあ、あとはですね、大きな違いは、スキンケアをするものが違います。はい、エテセの場合はこちらです。どちらかというと、乾燥などを感じて、まあ、キメが乱れてしまったり、肌荒れをしてしまう方、まあ、保湿が足りない方に、おすすめですよというスキンケアパウダーでございます。で、スノービューティーの場合はこちら、はい、美白効果ということで、ニキビやそばかすなどを防ぐ処方がされているスキンケアパウダーということでございます。
はい、そして、まあ、内容に関しての大きな違いなんですが、こちら、はい、これがおそらく一番大きいですね。スノービューティーは2種類のパフが入っております。メイクする用に使うパフと、スキンケア用に使うパフっていうのが用意されていて、スキンケア用のやつはこういうふわふわしたものなんですが、メイク用のやつはちょっと今手元にないんですが、こういう薄いタイプのパフが入っております。はい、まあ、これはですね、お肌が弱い方々は、ものすごくわかると思うんですが、メイクとか落としてスキンケアとか終わった後にメイクで使用していたファンデーションのついたパフでスキンケア系のパウダーをのせるかって聞かれたら、多分やる人はほぼいないと思うんですね。まあ大体皆さん、まあスキンケア用のパウダーはスキンケア用のパウダー、メイク用のフェイスパウダーはメイク用のフェイスパウダーって言って別で購入している方々も多いと思います。まあですが、スノービューティーの場合はしっかりとパフが2つに分かれていて、まあ別々で使用ができますというものでございます。ちなみに村長はですね、レフィルとかもなんでバラバラにしているのかというと、村長それでも嫌なんですね。これ分かる方いるか分かんないですが、まあ、例えばファンデーションのついたパフでつけたレフィルにメイクとかにも一切使ってないパフを乗せて顔に乗せることも嫌なんですね、村長。それでも顔にメイクがついたような感覚に襲われて、まあ、ちょっと神経質なんだと思うんですが、それが嫌で、レフィルとかパフを完全に、分けております。はい。で、まあ、エチセに関してなんですが、パフは1種類しか入っていなくて、まあ、どちらかというとスノービューティーで言うと、スキンケア用に使う方のふわふわのパフの方が入っております。まあ、こちらに関しては、どっちで使用するかっていうのはお任せいたしますという感じでございます。まあ、今回は、このまんますっぴんの上から乗せてですね、どういう風に変わるのかっていうのを見てみたいと思います。はい、ではですね、鼻を含めてこちら側にエチュセを、そして鼻を含めずこちら側にスノービューティーを塗布したいと思います。ちなみに今はですね、スキンケアなどは終わっております。はい。ではですね、先にスノービューティーから塗布してみたいと思います。ちなみに匂いはですね、石鹸のようなお匂いがします。お匂いがします。はい、ということで今つけたら分かった通りですね、一気に顔がぷわーって明るくなったと思います。はい、まあスノービューティーもですね、透明感を上げるものなので、こういう感じで肌がワントーン明るくなります。本当に顔の色が全然違います。はい、ではですね、エチュセも塗布してみたいと思います。エチュセも透明感を上げるものなので、ちょっと見てみたいと思います。はい、中を開けるとこういう感じでふわふわのパフで、匂いはですね、ベビーローズの匂いがするそうです。なので、無香料ではないですね。はい、ということで塗布してみました。はい、ではですね、アップにしてみたいと思います。はい、まずこちらがスノービューティーでございます。はい、よく見てもらいたいのは毛穴でございます。ではエチュセの方に行きたいと思います。はい、エチュセはこういう感じです。はい、ですね、スノービューティーの方は特に毛穴などをカバーするっていう記載などは特にないです。で、エチュセの方に関しては毛穴に対するカバー力があるというふうに、まあ、記載されております。ではですね、感想の方に行きたいと思います。行きましょう。はい、ということでですね、まずこちら、はい、サラサラ加減なんですが、サラサラ加減は2つともそんなに変わらないです。はい、保湿力なんですが、触った感じの保湿力は特に変わりがないです。そして両方とも保湿を奪っているかと聞かれたら、保湿はしっかり残しております。はい。なので、すっぴんに使うことももちろんなんですが、
まあ、スキンケアとかが全部終わった後にベタベタしているのが嫌だなっていう、まあ、方にとっては、まあ、最後の仕上げでのせるフェイスパウダーとしてもおすすめかなというふうに感じます。はい、そしてこちら、はい、こちら透明感なんですが、これ塗った時に皆さん気づいたかと思うんですが、スノービューティーの方がプワって結構顔が白くなったと思います。ただエチュセは、まあ、ほんのり顔が明るくなったなっていう感覚があると思います。はい、でこういうふうに今真正面を見てみても若干こちら側の方が明るいなっていう感じがあるので、やっぱり透明感を上げるとか肌を明るく見せるっていうのはスノービューティーの方が勝っているなっていう風に感じます。はい、ただおそらくこれはですね、まあ私がこういう風にこすって顔にのせた時に感じたんですが、スノービューティーの方が柔らかくてですね、同じぐらいこすってもスノービューティーの方が結構つきます。なのでおそらく粉の柔らかさの問題もあって、まあ、つきやすいので透明感が上がっているっていうのも、まあそれも理由としてあると思います。はい、なので一応硬さ的にはまあ特に何か摩擦が感じるわけではないですが、スノービューティーの方が柔らかいなっていう印象です。はい、そしてあとはこちら、はい、この2つに両方とも言えることなんですが、くすみが飛んでおりますね。まあ両方とも明るさは違えどしっかりと透明感を上げていて、もうフェイスパウダーをのせる前と比べたら肌の色ムラが全然違います。色ムラに関してはもう均一にしてさっきよりも肌が綺麗に見えております。はい、そして一番最後こちらです。ですね、エチュセの方がちょっと匂いが気になる方がいるんではないかなと思います。まあ、男の子がもし使うってなったら男の子だったら余計気になると思います。結構ほんとローズローズの匂いがしていて、まあ、実際今半々に塗っておりますが、スノービューティーの匂いの方がほぼしないので、ああこれ結構匂いに敏感な方は苦手なんではないかなというちょっと印象があります。はい、ということで、まあ、こちらがですねこの2つの比較なんですが、実際匂いとかそういう部分の好き嫌いっていうのは分かれるとして、まあ思ったことはですね、もう仕上がりに関しては正直スノービューティーぐらいですね高いものを使用しなくても私はこのエチュセでもう十分だと思います。あとは肌に合うか合わないかっていう問題だとは思うんですが、実際はアレルギーテストも行っておりますし、まあ、学生の子が使うってなった時に、まあ、気になる、まあ、米とニキビですね、そういうのをしっかりと予防してくれておりますし、まあ、学生の子でもまあ、こちらのエチュセは使いやすいんじゃないかなっていう風に感じます。はい、ということで、まあ、本日はですね、すっぴんにつけられるスキンケアパウダーのスノービューティーとエチュセの比較動画でございました。はい、で、まあ、気になった方はですね、まあ、こういうスキンケアパウダーもチェックしてみてください。まあ、男の子なんてもう全然気づかれないと思いますので、これで一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで本日もありがとうございました。フォートエビジップユッキー、改めダッペの民の村長でした。